私は今、上海の一番南にあります宝剣区の卓林鎮に来ています。宝剣区といえばこの軍団が有名です。700年以上歴史のある軍団は、武術、舞踊、雑技の要素を取り入れた民間芸術として春節などお祝いの時に必ず披露されます。これから私は軍団の匠に作り方と踊り方を学びたいと思います。こちらにいらっしゃるのが、今日私に軍団を教えてくださる師匠、蔡さんです。よろしくお願いします。わかりました。今天你教我哪种呢？滚灯有大滚灯、中滚灯和小滚灯三种。大滚灯呢，直径在1.2米，中滚灯直径在80公分。今天呢，我教你呢这个小滚灯，直径是32公分的小滚灯。女性用にとても軽いですね。需要用到哪些材料呢？一个是6年到8年以上的老毛，老的毛座。它老的毛座呢，就是里面水分比较少，韧性比较强。我这个从那个毛座长的锯断了以后，撇开来，在那个削光，在那个扎到这个程度，需要2个小时。那我们开始好了。好。这个头。这个头。这个头压到这个下面去。这样。来。好，这样你来，你要扎。对，ここか。ここ。扎这里。扎这里。这里。上圈。对，绕过去。OK，好。对，绕过去。好，把这个剪。OK，剪。OK。今私はこちらの部分を作ったのですが、この一つを作るのに10分ぐらいかかってしまいました。老师，要我做几次？这样的一个球要做12次。对我来说，天哪！ちょっとこれはね、初めてには難しいかなということで、この先はちょっと師匠にお任せして作っていただこうと思います。做好了吗？できました。こちら、師匠が完成させた軍団です。こちらを使ったダンスを習いたいと思います。宝剣で、この軍団の伝説があるそうなので、まずそちらを皆さんにご紹介したいと思います。昔々、上海周辺の海には海賊が多くいて、人々を苦しめていました。海賊と戦おうと、村の人々は武術を練習し始めました。夜でも訓練ができるように、村人は中が空洞の竹の玉を作りました。そしてろうそくを真ん中に飾り、明かりとして使いました。多くの玉は遠くから見ると村全体が赤々と燃えるように見えました。海賊たちは新しい武器じゃないかと恐れ、二度と村を襲いに来なくなりました。その後、そのボールは軍団と名付けられ、吉祥を招く伝統芸として中国全土に広がりました。早速海賊退治に出かけたいと思うのですが、踊りも決めのポーズも全く分かりません。そこで宝剣でとっても有名な笹先生にダンスを教えていただきたいと思います。先生、よろしくお願いします。よろしく。那么在教你动作之前呢，我们先讲一下我们服装的一个由来，好吗？好。首先呢，我们在颜色的选用上面呢，选用了我们代表海洋的蓝色，还有代表我们中国特色的红色。衣服上的装饰像滚灯吗？还有代表我们海文化的一个海浪的图案。很漂亮啊，寓意也很棒。那么接下来我来教你几个动作，好吗？好。OK。2个球，好的，放松的基础上，很好，再来一次，那左手也试一下，可以把脚的步伐加上吗？1、2、3、4，好的，左右摆动，对，非常好，1、2、3、4，转身，1、2，球顺势摆动，8、2，非常好。5、6、7、8，很棒。好，那我们中日姐妹花一起去舞一段吧。当然可以，走吧，走吧。5、6、7、8，1、2、3、4，5、6、7、8，2、2、3、4。
里有你真的很灵。我们在滚灯的故乡，祝大家新年快乐。